リゾート&スパ舞浜ユーラシアというところに来ています。これからお部屋の方に入っていきます。カード切ってタッチ。すごい広い。中が旅館っていう感じ。広いですね。日差しがめっちゃ出てきます。あ、あそこの方が温泉があります。じゃあ運動音痴がバドミントンやってみた。いきます。ポイカワヒカルです。ファンティアというサイトをやっています。ヒカルと夢ぐり恋物語っていうファンティアです。こちらでは私の恥ずかしい映像や写真も載せているので、ぜひチェックしてみてください。
ナの匂いがすごくしますね。